バイはアンセム。アンセム。三原くんのサイトスペシャル。ここからどうだろう。25センチだね。ここからそれください。分かんないと思うんですよ。分かんないです。はい、分かんないと思うんですよ。実はそれなんですよ。竿を作ってもらうと大体5万ぐらいでカスタムオーダーってできるもんなんですか？まあ材料に、材料によるんですよ。そのノーズフォークが多分一番高いんですよ。はいはいはい。ブランクが3万ぐらいで、はい、まあ、そんなにめちゃめちゃ凝らずに、うん、普通に凝って作って6万ぐらいですね。あ、でもこういう継ぎ物のやつとかもう全然別、あ、今井さんのあの今の竿とか、はい、ああいうのはもっとめっちゃ高くなってくるんですか？いやーでもないですよ。例えばこれ、うん、もう三原くんのブランクの長いやつ、はい、アジングに作る、はい、まあ、こうソリッドついでとか、はい、これちょっと凝りすぎなんでめっちゃ高いと思うんですけど、ビールシートマジョーラアンドロメダとかにしたんで、うん、マジョーラアンドロメダ、これあれじゃないですか、あのエゴイストとかそういうの。違う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 、これめっちゃ高いんですよ、塗装が。あ、高いですね、やっぱり。そう、あ、これ、あ、もうこれでこうなってるんだ。これはオーダーで今組んでる最中。オーダー、はい、組んでる最中ですね。例えば、はい、今これ、まあ、ノソークの HM の一番高いやつなんですけど、はい、ホルクで有名で、うん、まあ、こうへこましたり、僕の、うん、ね、ちょっとフロント部僕好きじゃないですけど、うん、これがいいって言う、この子はこれが好きなんですけど、これで6万ぐらい、6万ぐらい、 ML、 もちろんこの長さとか、うん、全部言ってもらうんですよ。で、これも僕その人のために削るんで、うん、ありものじゃないんですよ。その機械で全部削って、うん、この中も全部凹凸ができてるわけですよ。この中に凸型になってて、はい、スパンっていうコルクとか指で使わないんで、きっちりきっちり、なるべくアーバーも使わず。今のこのノースポークのブランク、オリジナルが一番高いっていうのは、いろんなブランクあると思うんですけど、どこら辺が理由で高くなってくるんですか、ノースポーク。まあ、もちろんメイドインアメリカっていうのと、はいはい、カーボンの出所なんですけど、うん、はい、なんかヘックス社かなんか、はい、結構宇宙系のコアカーボンということで、今もう見せてもらったんですけど、普通のカーボンシートっていうのは、まあ、紙みたいなペラペラのものからいくんですけど、はい、この HM ってやつだけ、うん、フオリヌのってあるじゃないですか、あの綿みたいなやつ、うん、あんな感じの、うん、でだから文様ができるらしいんですよ、ギュってやって。で、まあそのまあ、ゲイリーさんのトルクの出し方っていうのは他と全く違って、ああ、なんでトルクあるんだって質問した時には、こう超高圧縮で巻いていると。でも逆にその話を、まあ、いろんなブランクの話を聞くと、ああそんなことできるかみたいなんですけど、うんうん、でも、まあ、僕ね、あの今使ってるのはほとんどベイトはノースなんで、はいですよ、はい、スピニングはやっぱりっ、ね、日本のこう細かい釣りに合わないんで、はい、自分でブランク作ったり、はい、いろいろやってるんですけど、そのこれはもうあの多分11月には出せるだろう、はい、でも限定45本かな、最初45本。これ違う、うちのブランドなんで僕は全部作るんで、はい、これはもう異常なやつです。これタルンタルンでなんか手元にそうね、チリリリチリリリってくる。嘘はいけないね、こういうね。あ、そうそうそう。あと、まあおふざけで作った竿がえげつなくて、はい、おふざけか、おふざけじゃないけど、まあ大真面目なおふざけなんですけど、はい、多分これ持ってもらうだけで多分笑ってもらえると思うんですけど、はい、はい、あ、ごめんなさい。うわっこれすごいっすね。でしょ、これベイトフィネスですか。ベイトフィネスですけど、まあこのブランクで作っちゃったんですね、トッキーさん。めっちゃ柔らかいベイトフィネスなんですけど、これなんもできる。
これね、もう絶対持たないとわかんないですね。体感しないとわかんないですけど、でも結構ベイトってね、パーツ重たいんでね、86…87g ぐらい。 87? はい。でも手元になんか全部重心が来てるのか、なんか持った体感はめっちゃ細いんで、あのインナーカーブ入れないと、はい、この内径が一番細いやつかとも合わないブランクなんで、ここに1本入れてあるんですけど、これは折れないポッキーをベイト化した、これは折れるポッキーじゃないかな、折れるポッキーを、はい、折れるポッキーをちょっと折ったんじゃないかな、さっき一応で、ちょっとベイトに入れて、はい、そうですね、はい、6フィートないくらい、いや、じゃあ63ポッキー折ったな、63ポッキー、3インチ折って、はい、折ってたから短くして、はい、さっき一応、はい、あ、だとこれでいいやみたいな、もう異常な、異常な、これ久しぶりに手がさって上がる竿です ね、 ですね、まあ、軽さは一応感度なので、これはもし使うとしたら何をベイトにしては、あんまり考えずに作っちゃったんです、たまにそういうことするんですけどなんか興味本位でピーロットなんだよ、軽めのネコボディグとかをベイトにするそうですね、ベイトでやりたいみたいな、僕のイコジシステムですね、うん、やっぱりベイトミル作ってるんで、うん、なんかベイトでやりたいなみたいな、スモラバとかも良さそうです、ね、そうですね、まあチョクラビアスのドラグはね、そこそこそうですね、対応してくれるんで、チリチリ出ますもんね、はい、はい、あー、はい、あのアワビのやつ、あ、そう、あー、はい、どうぞ、よかったら